ゴールドカップとは、イギリス王室と BHA が6月に、アスコット競馬場の芝19ハロン210ヤードで、施行する競馬の G1 競争である。様々な競技の国内や、世界中のゴールドカップが認知されているため、開催競馬場の名前から取り、アスコットゴールドカップとも呼ばれる。イギリス王室が開催するロイヤルアスコット開催3日目のメイン競争である。 創設年は1807年であり、現在イギリスで行われている競争の中でも長い歴史を持つ。古くはコバ最高峰のレースとされ、歴代の勝ち馬にはセントサイモンやグラディアトゥールなどの名馬が並んでいる。グレード、グループ制で格付けされている平地競争としては、フランスのカドラン賞を上回り世界で最も長い距離を誇る。現在はイギリス、フランス、 アイルランドのステイヤーが集う競争となっており、グッドウッドカップ、ドンカスターカップと共にカップ3冠を形成している。この3冠は過去に6度達成され、1979年及び1980年に優勝したルモスが2度達成し、近年では1995年にダブルトリガーが達成している。2006年から2009年にかけてイエーツが4。 連覇を達成し、最多勝利記録を更新した。騎手としては、レスター・ピゴットが1957年から1982年の間に11回優勝している。イギリスの HG1 の中では高い売り上げを有している方で、ほぼ5種の中に入る。コーラルによると、2019年はクラシック3競争に次ぐ4番目の売り上げがあったと、される。ありがとうございます。